ざわざイチゴを取りに行く人。イチゴを食べます。いただきます。ループループの魔法にかかりました。細かっ。細かい。練乳持ってくるの忘れた。もういいや。めいちご。広島いちご名産ではないんじゃない？大福じゃない。アイフォークじゃない。タワーありがとうありがとうございますって言ってさ、広島空港ほぼ森なんだけどコメントにめっちゃ笑ってしまったじゃん。言ったじゃん、昨日森だよっておもろ。タワーじゃあ、あれだ、太郎さん、太郎さんとゴエスさん、太郎さん、ゴエスさん、タワーありがとうございます。太郎さん、山本アンナを知って書いてくれてありがとうございます。太郎さん、太郎さんのたーたーたくさんいちごを食べて広島公演頑張ります。太郎さんのローろうそくをふーってすると火が消えます。太郎さんのうれしい反面、今日は緊張していますが頑張るぞ太郎さん、広島公演おめでとう。タワーですか。ありがとうございます。そして、ゴエスさん、タワーありがとうございます。ゴエスさんのゴー、ごきげんアンナちゃん、ゴエスさんのえ襟がこうだからって体操服ってみんな言うなゴエスさんのスー、好きじゃけんって今日は広島で私が言うと思いますかです。ゴエスさん来てくれるよ、来てくれるのかしら、どうだっけ楽しみます。小石さん待ってるよ。みこしさん見ててね。今日ね、まだね、あのね、ここはねメイクしてないの。目だけちょっとメイクしました。ほら、今日は少しだけメイクをしました。なぜならあまり時間がないと思われるからですだから少しだけメイクをしました。ですがお肌はしてません。あと眉毛してません。今眉毛とお肌を今メイクしてないんですけど、そう、なんか眉毛はちょっと今日はせっかく広島公演なので綺麗がいいなって思って、誰かメンバーに描いてもらおうと思ってメンバーに描いてもらう予定です。前髪ちょっと切りました。タッチーさん正解。お肌はねテカテカなんよ今、ほら見てテカテカやろ
タワーズ来た。誰？太郎さん2個目じゃないですか。太郎さん2本目タワーありがとうございます。太郎くん、お城広島城ですかこれは。太郎さんありがタワーです。太郎さん、太郎さん、あいう作文もやっちゃったからどうしよう。でもまあここに紙とペンないから。いちご食べる太郎さん。はい太郎さん。太郎さん、ありがタワーです。あいう作文違うバージョンでもいいですか。広島城だって。さすが太郎さんのターン。タイギーって広島弁なんだけど、なんていう意味かわかりますか。太郎さんのロー、ローソンもカープ色の赤のところが広島にはあるんですよ。太郎さんのうちわもタオルもペンライトもみんないっぱい振ってね。配信を見てくれる方も振ってね。よろしくです。広島関連でちょっと今日関連で行きました。そうナチュラルローソンじゃなくってカープの球場の一番近いローソンは赤いローソンで、そうカープのなんか感じなんですよ。そうイエイ。タイギーはめんどくさいっていう意味。赤色さ、なんか京都のさスタバとかがさなんか茶色っぽいなんかそういう和風っぽい感じなのと一緒で、ローソンもそうなの。カープなの。タワー誰だ。ベグルスさんありがとうございます。タワーありがとうございます。皆さん広島凱旋おめでタワーですか。ありがとうございます。エグルスさんのレーレーレー、歴史を作れる一日にできるように頑張ります。レグルスさんのグーグル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 コサミヒトミン。レグルスさんのルールールー、あいつもルー迷うんだよね。ルーズリーフに昨日忘れてはいけない言葉というか煽りとかをメモしました。レグルスさんのスースープという名の豚汁を朝飲みましたです。イエイ。エグルスさん、あの鉢巻きをつけて来てくれるのをお待ちしておりますので来てね、待ってます。です。今んとこでも喉の調子は悪ない。太郎さんかわいい、ありがとう。悪ない、良いとは言ってないが悪ない。まあ普通です、普通ですね。なんかでもいつも今日喉痛いとか朝から喉痛い日結構あるんですけど、たまに結構たまにってどっちやねんって感じですけど、たまにあるんですけど、まあ、でも今日は朝から喉痛くなかったからまあいいでしょう。じゃあ声を出したいと思います。なんか歌おう。そうじゃん、なんか歌おうや。あイヤホンもしたじゃん。今ないんじゃん、今ないんですよ。
このお部屋にない。あっちにある。どうしよう、何歌う、何歌おうかな。カープカープカープ、広島広島カープ、空を泳げと天もまた胸を痛く、今日のこの時を確かに戦い、遥かに目下じゃない、遥かに高く、目下じゃないですこれ栄光の旗を立てよう、カープカープカープ、広島広島カープ。鍛え抜かれ、空を泳げ。ほんまに 100% モカじゃないです。別に嘘つくつもりもないんですけど、本当にモカじゃないです部活中に目が合うなって思ってたんだ、神様のプレゼント、突然のときめきにじんだ、この汗暑さのせいにしよう、君への返事頭かけ巡る奇跡始まる。確かに犬の声は聞こえたけど、モカじゃないのよ、今の犬の声はモカちゃんじゃありません。共に進もう、わーわーわー、共に戦おう、あーわーわーわー、一人じゃ何もできないけど、嵐を張りだって変えられる、街のすべてがわーわーわー、輝いて見える、わーわーわー、長い人生の1ページみんなと一緒に作りたい、出会えてかった本当に大好き、手と手つないでスタートしよう、チャ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 、ダメなあなたを記憶のどこかで愛する。歌わない、ツアーの楽曲に入ってない楽曲を歌うシステムの、ときめく心がキャンシー、こんなに思ってるのに意地悪しないで、振り向いて、愛が勝つ、夢が勝つんだ、理想をたたえよう、あーそう、君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー、つないだ手のひらから好きがあふれる、コンビニケーキ冷めたチキン、完璧ではないけどこれがきっと幸せ、眩しい空が苦手なんだ、太陽みたいなその笑顔、ちょっと怒って拗ねた顔、この曲聴きたくなった。うまく言えないけれど、ずっとそばにいてくれてありがとう、誰よりも大人なとこ、あと何が瀬戸に入ってないっけ、負けてもキアラちゃん、てててもどかしいだってだって、お姉さんじゃダメですか、ドキドキが映っちゃう、好きよもっともっと頑張って、
ダイジェストバージョン。これはセトリーニャ入ってるけどね。次に会えた時何を話そうかな。出会ってからも君がいい、君がいい。シティスカシティスカ毎日忙しく頑張る君へ、人のために頑張らずに。メドレー。うわ、富士山すごい。反対、席反対なんかーい。富士山、富士山、富士山。暑いね。てか今日暑ない？ワイだけ、ワイだけかの暑いって思っとるの。ワイ今半袖やねんけどな。暑いねんな。瀬戸里海曲全部歌いました。マジ歌った？私全部全部歌ったもん。そう、もうそんな、もうそんな、夏っぽい格好してきちゃった。いいよ、夏だもん。マジでモカじゃない、モカの鳴き声じゃないんですよこれは。あんあんあん、とっても大好きドラえもん。子犬情報は言いません。いや別にあのうちの家じゃないんですよ。まあもういいですけどね。いやまあわざわざ、まあ正直今言ってなかっただけで。そう。まあそのお隣のワンコロちゃんが泣いてます。おもろ。ももかじゃないです。多分あのね、そうなんですよね。まあもう私がこの時間にここにいることはどう見たっておかしいだろうしね、分かってるんですよ。まあそうですよね。あははは、あははは、まあ、もう別にいいんだけど。いや別にモカは多分一緒にいないんですよ。なんかそのい何マンションとかじゃないとこう車のかご主人様とかがどこの家庭でも車の音がすごい聞こえるんですよね。そうで車が帰ってきたらその家のワンちゃんがすごく吠えるんですよ。どこの家庭もそう。多分モカもうちの家の車が帰ってきたりすると吠えるんですよ。そう、そんな感じで別になんか秘密にしてるわけとか別にないんですけど、うちわざわざ言ってないだけで。そうだから多分そうあの犬がいっぱいいるんですよ本当に。だからあの車が買ってくるごとに結構吠えてて、だから別に日常なんですよ。なんか私モカはなんか モカの吠えるのはもっとあんな可愛い多分キャンキャンじゃない、もうあれは子犬の多分鳴き声なので、鳴き声的にモカはもう全然子犬じゃないので元気なんだけど、めっちゃ元気なんだけど、子犬ではないのであそこまでのキャンキャンの鳴き声はしないので本当にモカじゃないです。まあ、別にモカって言われてもいいんですけど、そうモカではないです。ために頑張らずに。
モカいるよ。いるよ。まあいるんだけどね。わざわざ言ってなかったけど、ワン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 。いつもだったらさ言わないけど、ワン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 聞こえちゃったからもういいやって。イエーイ。まあもう今もねワンワンされてるか。かわいいな鳴き声ってか。めっちゃね周りねワンちゃん飼ってますね。広島の家の周りはもうワンちゃんだらけ。なんかちょうどしかもモカを飼い始めたぐらいの前後ぐらいですっごい増えて、なんか私の家の周りはめちゃめちゃワンちゃんがもうなんかお隣さんもお隣さんもお迎えさんもみんなみたいな感じです。本当になんか周りみんなワンちゃん飼ってるから、なんかワンコ友達がいっぱいいるみたいな。でもモカはなんかワンコ友達とかあんまり興味なくて、なんか人見知りっていうか人見知りっていうかなんだろう、人間にも自分から行かないし犬にも自分から行かない、基本的に逃げるのでモカは。そう愛嬌がないんですよねうちの子。お外でお家では可愛いんですけど、お外に出ると全然愛嬌がなくて、あの自分の世界というかなんか怖いんだと思う。他のワンちゃんとかが逃げちゃうの、いなくなっちゃうから。そうだからなんか散歩とかに毎日行くから、で散歩の時間ってまあ結構さどこの家庭もさ同じ時間に行くことが多分多くて、なんかパパとかママとかが多分いつも行ってるから、なんか多分なんかあれですね。あ、モカが吠えた。ピンポン鳴ったら吠えるんですよ。はい。ほらモカの声可愛くないでしょ。ほらワンワンワンっていうの。モカ可愛くないの全然。はい。これが本物です。今のはモカの声です。そう。だからモカ低いでしょ声。だからさっきみたいにキャンキャン言ってないんですよ。だから。わかんないけど、でしょ声全然違うでしょ。可愛いキャンキャンじゃなくてワンワンでもうんうんっていう時もあるんだけどね。はい、トイプードルですうちの子は。モカなんかちょっと太ってた。太ってたんだよね。ちょっと何キロなんだろう。2点何キロなんだろう。分かんないけど。モカ連れてこようか。もういいや。ここまで来たら。別になんか。まあこんな時間にまずショールームしてる時点でおかしいもんね。ははピース。別にバレてないとは思ってないけど。けどわざわざ自分からは言わなかっただけ。キーン。でもワンちゃんの鳴き声でとってもバレた。あはあはは。別にバレちゃいけないとかはないけど、そんなわざわざ言わなかっただけで、特になんも。好きなパン屋さんのパンを食べれたし、まあお母さんのご飯食べて
あと携帯だけ買いました。じゃそれを言いますね。携帯は買いました。はい、携帯だけ買えれました。イエーイ。なので iPhone12 になりました。はい、携帯買いました。私自分で変えられないの、だからこの機会に変えないとって感じで変えてきました。え、どうですか画質良くないですか？そうでもない。私結構ね画質いいと思うんだよね。あの写真撮っててもうわもう天才ってめっちゃ一人でテンション上がってた。はい、21、ご報告があります。私山本アンナは iPhone10 を卒業しiPhone12 になりました。今はでもカバーを買ってなくて、カバーを聞いてください、パープルにしたかったんですけどパープルがなかったの、だから白にしました。そう、パープルなかったんよ。パープルがいいって言ったんよ。もうで在庫見てきますねって言われて、したらパープルと青がなくって、なので白にしました。待ったらパープルもあるって言われたんだけど待てないじゃん東京帰っちゃうじゃん、だから待てないから広島にしました。広島にしましたじゃん白にしました。そう、だからどうせカバーするしまいっかと思って、できればパープルがあればパープルいいなって思ってたけど、まあ、なかったら白でもいいやって思ってたからまあ白にしました広島にしましたじゃない。そうなんですよ、トワイスさんのカバーとは一旦お別れなんですよ。そう、でもあれは絶対に捨てないし大事に持っとくんだけど、でも機種っていうかサイズが違うからハマらなくて、でもまた次出たら買おうと思ってるんだけど、でまだグッズ情報は出てないから、なんかカバーを今あの透明のシリコンをはめてるだけで、そうなんですよ。そうなんですよ、透明でしたけど普通に今と、そうパープル欲しかった、透明の白いやつをとりあえずはあのとりあえずカバーしてるだけで、で今3個 iPhone ケースを頼んだんですよ、そのネットで同時に3個も頼んじゃって。私気分屋ですごい iPhone ケース買えるの好きで、財布は違うな、なんか筆箱とかを買えるのとかすごい好きなんですよ。フィルムは貼りました。そうなんですけど、なんかそういう iPhone ケースとかなんかいろいろどんどん買えるのが好きなので、いっぱい iPhone ケースを買いたくって、そうなのでなんか同時に3個 iPhone12 です。なのでまあ届く、でも届くまで多分あと1週間ぐらいかかっちゃうから、海外発送のやつだから、だからまあでもまたいいのあったら買っちゃいそう。なんか可愛い、なんかまあ iPhone ケースはあんま黒とかより結構パステルなのが好きで、可愛いのが好きなのでピンクとか紫とかそっち系可愛い系のやつを買いました全部。でも全部パカパカではなく普通にのやつ。次は鳥の声が聞こえますね。なんて自然豊かなんでしょう。そうなので iPhone ケースをね集めるのすごい好きで、なんか気分も変わりません iPhone ケース変えたら。でもメンバー今私が iPhone 変えたことはナータンは言ったの。ちょうど LINE してたから、でその時間に LINE してて、今から携帯変えるって言って、まあ、LINE 返せなくなるじゃん、だから今から携帯変えてくるって言ってマジみたいな感じで、ナギには言ったけどそれ以外のメンバーには言ってないので、今日メンバーに会ったら見て iPhone 変えたよって言います。そしたらみんながよかったね画質良くなるねって言ってくれます。きっと私は画質が悪いで有名なので、有名だったんですよ。ヒコラブイチ画質が悪い女だったので、iPhone 12になったということでみんなに追いつきました。え、なんかすごいいっぱいインスタで iPhone ケース調べてた、ミーナのラーメンの iPhone ケースめっちゃ出てきて有名なんやなって思った。
タワヨもありがとうございます。ゆうまくん、ゆうまくん、たかぴろありがとうございます。ゆうまくん、ゆうまくんありがたまです。ゆうまくんのゆう、ゆう、ゆくゆくは始球式できるように頑張るから見ててね。ゆうまくんのう、う、う、すっごい音がする。うどんを食べて炭水化物を取って元気にいきましょう。ゆうまくんのまあ、間違いなくゆうまくんはいいやつだ。何それ。でもゆうまくんはほんまにすごい素敵な方です。ありがとう、たわありがとう。これからも見ててね、あのこといつもありがとう。そしてそしてたかぴろ、たわありがとう。たかぴろのた、退屈な時はあのことを思い出して、たかぴろのかー、かき氷を早食いして、たかぴろのピー、ピーナッツバターパンを食べて、たかぴろのロー、またロだ、ロが苦手なのあんな、ロが出てこないの。ローソンでモカが泣いています。ローソンで、ローソンで、ローソンでサラダチキンとプロテインを買って筋肉つけてねーです。タカピロ待ってるね、ありがとう。タワーイエーイ、みんなありがとうございます。広島おめでとう、タワーをたくさんありがとう。もうみんないいやつすぎる。マジみんないい方ばっかです。アンズ最高、アンズ今日はよろしくね。アンズだけじゃないけどみんなよろしくね。そろそろアンナは終わります終わりますのお時間でございまするんですけども、ですけどもですけども、皆さんアンナにパワーを送ってください。あとでじゃあ何かツイートショールーム終わって、まあちょっとしたらツイッターにつぶやくので、なんか応援メッセージください。それを見て頑張るから、皆さんからのエールをお待ちしています。イエイ。あ、じゃあモカさん最後見せますか。もういいや、ちょっと待っててね。できました。はいはい、モカです。なんか食べてるわ、なんか食べよった。はい
子です。この子がうちの子です。さっき低い声でワンワン言うてた子です。一応トイプードルなんですけど、なぜか耳が立っているトイプードルとなっておりまして、うちの子本当にトイプードルかっていう話で、まあ、きっとあれですね、ひいおじいちゃんかひいおばあちゃんぐらいにチワワが入ってるんじゃないでしょうか。はい、私です。吠えてたの。低い声の可愛くない声の方が私です。はい、モカです。こちらがうちの子です。ミックスではないの、普通にねトイプードルなんだけど、そう、しかも最初赤ちゃんの時はレッドだったの。めっちゃ色が濃い茶色だったんだけど、なんか抜けてきました。なんか薄くなりまして、でなんかね耳立つのよね。もうかわいい。あ、顔似てますか。よく似てるって言われるんですけど、そっくりですか。よく似てると言われます。何、多分降りたいらしい。降りたいんだって。なんかスカーフ巻いてます。僕はカメラ好きじゃないんですよね。ほらめっちゃ耳立つの。はい、ということでそろそろ終わりたいと思います。そろそろ終わります。もう逃げたくて仕方がないモカちゃんです。はい、ということで終わります。13位から読みます。出してくれ出してくれって言ってる。もうちょっと待って、あと1分待って。13位がジッスン、12位がニーさん、11位がイトパンさん、10位がマツケンさん、9位がヒロヤン、8位がキララさん、7位がタクワン、6位がユカリン、5位がタカピロ、4位がユーマくん、3位がレグルスさん、2位がゴエスさん、1位がタロウさんです。皆さんタワーありがとうございます。最初朝から朝昼中間から配信を見てくださってありがとうございます。モカがもうこうやってカリカリしてる。早く出してくれて、出してあげるから待ってね。そうね、ということでランダムいきます。ランダムはじゃあ5人ぐらいいこう。1人目、え、なんかならない。タケルさん下に行かない。でダメだ、ちょっとモカを一旦、モカはもうバイバイしてきました。騒ぐから。2人目コウヘイさん、3人目、なんか上の方しかできない、なんでだろう、ごめん今日上の方しかできない。3人目、ぬこさん、4人目、かんちゃんラブさん、ラスト5人目、ポークたまごさんの5人です。ということでじゃあ今日頑張ってきます。多分今日は配信できない可能性が高いかもしれないけわからないんですけど、今日の夜はないかもしれないので広島頑張ります。あ、最後に広島ポーズを披露しておきましょう。広島ポーズは右手が C で左手が3でこうです。広島ポーズ頑張ります。皆さんこれ広めてね。今日来てくださる方小指写真撮ってください。それでは勝手に私が考えたスカープとサンフレッチェの3本の矢っていう意味のポーズです。それではバイバーイ、さよなら、じゃんけんします、せーの、じゃんけんじゃんけんパーパーです。バイバーイ。